はい、どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やっていきましょう。2021年、一発目の頂上決戦、まだ1回もやってないので、今日ね今元日なんですよ。1月1日なんですけども、頂上決戦まだやってないので一発目になります。ではやっていきますか。早速ね、さあ今年の頂上はどうかな。先生取りましたね。先月は結局ね、104サーバーでは78位やったかな。でね、サブアカというか、もともとやってた僕68サーバーがあるんですけど、そちらの方でね8位取ったんですよね。逆やったらよかったんですけどね。68サーバーでは全国8位になったんですが、104サーバーは78位でしたね。まあ、今月も頑張っていきたい。今月もというか今年もね、頑張っていきたいですね。では、先生僕ですよね。覇王丸、信号、おろしてるね。大門でいいかな。相手誰がいたかな。リンがいましたね。リンとテリーですよね。あとちょっと分かれへんな。よく見てなかった。リンとテリーと、ロバートの時何渡したかな。テリーはこっちが渡しましたよね。ハオマルの選択で。もうあと2体なんやろね。まあ、リンが強いな、でも。さあ、ラッキーをこのまま来る。このまま来るということは、このまま行こう、こっちも。で、ダイモンは使わない。あ、使っても倒さんかな。いや、使ったら危ないかな。使わずに行きましょう。使ったら多分倒しそうなんで。うん、倒してたね、使ったら。さあ、ここはラッキーを下げるんじゃないかな。最終前。うん、最終も必殺打てないよね。これ、毒でやられへんかな、ワンちゃん。あ、毒出てないか。じゃ、これもう一回このまま行きます。さらにこのまま行こう。あー、旋風出えへんな。マジっすか。旋風も信号も出えへんな。ダイモン使っても最終倒さないでしょ。おそらくね、調整できそうなんで。あー、クリティカルいらん。ちょっとクリティカルはいらんな。やばい。最終倒さんかな。おー、危ねー。オロシェルの謎のクリティカルが危なかった。なんとか最終調整できたんですが、ラッキーが溜まってるかなっていうところですけどね。ゲージ、まあ、ラッキー溜まっててもでも大丈夫か。ヘルバンド全体攻撃なんでね。オロクリを前にした。さあ、ここは使ってきますよね、オロチナギ。うわー、めまいしてるわ、シェルミ。マジっすか。これ、覇王丸めまいせえへんかな。めまい、めまい。うわー、めまいした方がいいんですよね。めまいしてたら、旋風烈山。これ、旋風烈山が出るとね、どうしても、この最終倒してしまうからね。そうやな、旋風出たらまずいけど、こういこう、こういきます。旋風出る、こんな時に。マジっすか、こんな時に旋風が。じゃあしゃあないね、こういきましょう。旋風出てなかったらもう次のターン全滅チャレンジいけるんですけどね。ここはオロクリアでも打てない。オロチ、オロチか。リンも溜まってるよね。うん、この信号はでも耐えるんじゃない、ある程度耐えるんじゃないかな。ただオロチの状態異常がやばいね。さあ、マロカレーやめてくれ。うわー、ハオマル怒りダウン。ただこの信号は生きる気もするけど、あ、なんか倒さんように調整してますね多分。あー、毒出てたらやられる。毒が出てるので信号はダウンしますね。これまたあれやな、ハオマル旋風出るかどうかやな。覇王丸旋風出てたら誰にすけどね。こういこう、旋風出ない。よし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 、いいよ。そしたら覇王丸は使わない。あ、おろしてるね。おろしてるは使わない。覇王丸がでもゲージたまらないとやばいな。ヘルバウンドたまれ。よし、たまった。覇王丸ゲージたまりました。めまいないね。よし、やけどもない。さあ、デスダンクめまいもない。これはもう全滅チャレンジですね、ここは。ロバート、そうやね、ロバートで行こう。これでもう全滅取れなかったら非常にやばい。
やばいかな、まだ。まあ、いっか、いきます。あー、スキル弱えな。スキルが弱すぎる。極限流奥義から。で、先に暗黒雷光剣かな。いや、さっきザキヤマっすね。さっきザキヤマ打って、次暗黒雷光剣、あ、もうオロクリア倒せるんで、もう両方こっちやな。いやー、入ってる？耐性。入ってないか、今のは。やめろ、耐性。耐性は、はい、どうかわからん。いや、倒されへんかな、これ。やばい。ロバートスキル出てないか。どう？うわー、マジかー。マジか、今の。厳しいな、全滅やな、こっち。厳しかった。テリーと K ダッシュとジョンホン。あ、全滅したわ。やってまいましたね。今のやってま、やってもうたな。もう一回調整したらよかったね。あの、オロチを。あ、こうなるよね。で、このオロチナギも使えるから、全滅っすね。バスターウルフも打てるし。ちょっと調整しすぎたかな、こっちも。さあ、バスターウルフ一撃。暗黒オロチナギも使える。いや、ちょっと調整しすぎましたね。全滅にこだわりすぎて墓穴掘った感じが、しましたね。あとやっぱオロチ調整できたんですけど、ハオマルの旋風烈山が出てたらやばいと思ったんで、もう一気に行ったんですけど、結局のところ調整した、あの、行くならさらに調整した方が良かったね、オロチを。幸先悪いね。2021年、初戦は落としましたね。タクマ取りましょう。これはオロチかな。ジョン・フーンとタクマ、オロチ、暴走より。うわ、マキやな。マキ、クーラ、ギース、熱出強化。マキ強いね。クマ、めっちゃクマキャラ多いやん、これ。やばいな、これ。ほぼクマキャラっすよ。てかクマとトラしかいないこんなことあるの？こんなことあるかってぐらい闘志が偏ってます。タクマ、こう置いとこう。これでいこう。いや、マキいるよね。スキル出ないわ。これやばいわ。これ、非常にメンバーがやばい。マキが厳しいね、とにかく。マキもクーラーも厳しい。お、スキル出ないね。やめろ、沈黙。よし。バイスは、ルガールに飛んでいくか。ルガール使いましょう。ルガールじゃあ、バイス飛ばしましょう。お、これルガール倒せるんじゃない？ルガールこのまま倒したら、復活できずに倒れますね。どう？お、倒しました。よしよしよし。ルガールは必殺使わないと復活バフかからないからね。ギースが使ってきて、キングゲージ溜まった。いいね。これ熱出強出そう。熱出強出してクーラーを止めに行こう。こうかな。これでクーラーを止めに行きます。でギースは、キングはどうするかな。使っとこう。サイレントフラッシュ。うわ、ガードしてる。暴走も使おうかも。クーラー倒しに行きましょうか。うん、いいね。クーラー倒しましたね。これ、ギースも倒せたんじゃない？あ、諦めた。なんで？マキいるのに。ちょっともったいない気もするけどね。じゃあもう一回行きましょう。もうあの、熱出鏡の火傷地獄に嫌気させたんかな。民教さんかな。メカガミ？メガネ？わからん。先生取られたね。シンゴ・マキシマ、シンゴ・マキシマ、これハオマルにしよう。最後 LR じゃない、これ来ましたね。 LR デュオロン。いやー、でも今日 LR なんでやばいっすよ。クーラね、テリコとクーラ。こっちがデュオとケンスーか。先生取られてる。ケンスーは置いとこう。こうかな。デュオロンも置いた方がいいかな、どっちかというと。デュオロンはどうしようかな。いや、難しいな、ちょっと。まあ、マキシマ置いて、これでいこうか。クーラーがね、やっぱり、やりづらいんですよね。テリコも怒り下げあるしな。このマキシマは、もう、しゃあないな。このままいきます。テンススキル出てる。テンススキルは大ダメージ与えれるからね。これでも、クーラーゲージ溜まっちゃうと、氷が怖いな。鉄球。うん、テンスゲージ溜まった。クーラーやめろ、フローズン。うわー、めっちゃ凍ってるやん。そんな凍る。これほんでテリーコ怒り下げあるからね。うわー、やばいな、これ。あれ、そこ来た。よし、ケンス打てる。ケンスが打てる。ってことは、これ、
テリコ倒せるね。テリコ倒せますよ、これは。完全に。ディオロンな、踏ん張り入れるもったいないけどね。前出すかな、でも。ハオマルやられるよりはマシかな。こういっときましょう。さっきディオロン打って、このチャンコーハン倒して、テリコ倒しに行きましょう。ここね。さあ、剣数、腹パン。これはワンパンでしょ、もう。ワンパンしといて、クラウザー倒してもいいかな。そうっすね、クラウザー倒そう。うん。これ、デュオロンは状態上無効なんで、このターンは。ただ、3体出されたら、デュオロンさすがに踏ん張り入るね。うん、全部来た。さあ、全部来ましたよ。デュオロンはでもダメかあるから、そんなに簡単にはやられない。螺旋。螺旋までそこに来る。シャンフェイ、モジャー来る。うん。これで1回目の踏ん張り使った。1回目先行状態入って。クーラーも一番最後に持っていこうかな。それがいいかもね。ハーマル。おお、生きてる。マジか。そしたらね、ハオーマル、デュオロン、ロバートでいきますかね。こういこうかな。デュオロンはもう一回踏ん張れるからね、まだ前に出してても大丈夫ですね。これでいきます。で、まずね、先にロバートやね、ここ。打ってからと、これはさっきデュオロンか。いや、さっきデュオロンやったな。ミスった。やってもた。で、天が風神座打つんですけど、お、クリティカルや。いいよ。そしたらこれ、剣数で。あー、倒せない。あ、でも、デュオロンで倒しましたね。旋風裂断。でもあと1体ですよね。あれ、あと1体いない。え、あと1体いるでしょ。いないんかな。僕の計算間違いか。そしたらもうこれは、負けることなさそうですね。さっきケンスやね、これは。ケンスの追加ダメージでクーラのシールド破れそうですね。クーラシールド破ってデュオロン。あ、もう1体いないか。まあ、これはでもデュオロンのおかげでいけましたね、じゃあ。うん、ここでフローズン入っても何もできないですね。あ、いたよね、やっぱり。そうそう。おかしいなと思ってたけど。まあ、デュオロンはでもダメージカットもあるし、もうやられることないよね。ここは状態異常も入らないから、イカレダウンも食らわない。一応でも下げとこうかな。ラッキーにしとこう。一応ね。うん、まあ、デュオロンのおかげですね。で、デュオロン、出た時に相手がテリコで、向こうの QLR がクーラーやったのが助かりましたね。まあ、それが違うキャラ、もっと強いキャラやったら確実にやばかったけど、なんとかデュオロンのおかげで勝てました。2勝1敗か。ちょっと幸先は悪いんですけどね。今年もね、ちょうど決戦の動画引き続き出していくんで、よかったらこのままね、応援してもらえたら嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。